セミトレーラールノーマグナムセミトレーラー UD クオンセミトレーラーはトラクタのカプラに連結し主に貨物を乗せて走行する2台車である日本では最も一般的なトレーラーでありあらゆる用途に使われる重列駐車や交代が可能現在の日本では路線バスの一部に見られる切り離しを前提としない永久連結構造の車両については牽引車両ではなく 単一車に分類されている。トラクタを切り離すことができるため、フェリー構想ではトレーラーのみを積み込むことで、長さで変わる運賃と運転手の高速時間を抑えることができる。トラクタが連結されて運転されることを前提とした構造になっており、トラクタ単体には積載スペースがなく、トレーラー単体には前輪がないため、非連結時にはどちらも運搬車としての役割を、 果たさない。車両総重量は再延軸距に応じ、トラクタは25トンまで、トレーラーは28トンまでとする必要があり、トラクタ側にかかる重量の根拠となる、第五輪荷重の表示が義務付けられている。トラクタ側の連結器は一般にカプラで、トレーラー側はキングピンである。トレーラーのブレーキには一般的に空気ブレーキが用いられる。車軸の数は、 積載重量、車輪、車軸、サスペンションの許容不可容量の関係で決定する。車両総重量60トンくらいの場合は3軸が多く、それ以上の場合は4軸以上になることが多い。用途によっては、車軸がステアする構造になる。トレーラーには、法規制により ABS の装備が義務付けられている。また、1998年から始まった中期、 ブレーキ規制により、タイフェード性能が以前より強化されている。欧米や豪州では、ダブルスやトリプルスが認められているが、日本ではシングルスしか認められておらず行動での試験運行も、橋梁の許容重量や交差点差設時の通過時間など、主に地上側の理由で実用化には至らなかった。2010年代からは、貨物輸送量の増加や、人手不足の対策として、 車両長を25メートルまで緩和することで10トントラック2台分の貨物が運搬可能となるダブル連結トラックの行動実験が行われている2003年10月より始まった分割可能貨物運搬車両の許可限度重量の引き上げにより下記の通り特例8種類として区分されるスタンション型トレーラー側面と後面に煽りがついた 平トレーラー宇部高山専用道路宇部市、山口県に立地する宇部高山の各拠点間を宇部高山専用道路においてセメントの原料を運搬する校内専用車が導入されている。伊佐工場からはクリンカーや石灰石を宇部セメント工場へ、宇部校から石炭を伊佐工場へそれぞれ運搬している。 並走する国鉄ミネセより輸送コストが安いことに着目し、1981年にアメリカから試験的に一セット輸入した後、国産メーカーで同社にトラクターを供給していた三菱自動車工業とイスズ自動車がトレーラーを開発し、運用に供した。その後、さらに大量輸送の可能性を模索し、トリプルスを開発、2000年代初頭まで2代目が活躍していた。 なお、鉄道輸送が主体であったこれらの輸送は徐々に切り替えられ、1998年からは全量がこの専用道路での輸送となっている。超大型のセミトレーラーである専用車は、1981年にアメリカ製が試験的に1セット輸入され、国産メーカーで当社にセミトラクタを供給していた三菱自動車工業とイスズ自動車は当初難色を示していたが、 並走するミネ戦より輸送コストが安いメリットに着目。三菱不装はエンジンとトランスミッション、椅子図はトランスミッションに輸入品を用いていたが、ともかく当時としては日本国内最高出力のトレーラーを完成させ運用に供したのであった。その後、さらに大量輸送の可能性を模索し、トリプルスを開発。ところがダブルスが525から 600PS で、 GCW105 ドンを牽引するのに対し GCW が157トンに及ぶトリプルスを時速7 0トルで走らせるには 800PS は必要とされたが全幅2 5メートルに収まらない大きさのエンジンが想定された三菱とイスズは再び難色を示すも上高山が開発費を援助する形で各1セットが納入され2000年代初頭まで2台目が 活躍していた。この車両はトレーラーの1両目と2両目の中間にパワードリーを連結したもの。また、為替変動と低コスト化を図る目的からボルボ、メルセデスベンツ、ケンワース、スカニア製を採用し、軽量化の目的でエアサスペンションやオールアルミ製のトレーラーも導入された。ありがとうございます。